はようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は那覇市日川にある祈りの百貨店照屋漆器店7代目照屋真さんにお話を伺います。照屋さんは那覇市のご出身で、1979年生まれの44歳、駒沢大学で仏教学を学び、大学卒業後現在のお仕事に従事しています。今日は初めに照屋漆器店の歴史から伺いました。照屋漆器店が誕生したのはいつ頃になるんでしょうか。私も生まれてないので、それだから明治元年と言われてます。私も祖母に聞いてそのように話し聞かされてますので、明治元年に創業ということになってます。で、当時は漆器の方で、なりわいをしてました。漆器の生産の方がメインでして、そこから今のような形になったのはどういった経緯があったんでしょうか。そうですね、当初は祖父にあったって聞いてます。ですから海南ではないんですよ、うちは。で、祖父は元漆器の生産地ということで、戦後の方です、明治の辺からそこで生産してて、で徐々に一般小売をするために海南の町の方に移っていったと。なので私たちここに入ってきたんですね。で、そこで業務転換といいますか、方針を変えたのは戦後です。から位牌の特化しました。元漆器だったのを、作りは一緒なので工程具合は一緒なんですけど、複雑な形してますので、なので位牌はもう特化した方がいいということで、いろんなこと手をつけててもままならないので、位牌に特化したものでやっていこうということが、それ戦後で、その時の、うちのおじいちゃん5代目が確実に移してます。そのちょうどですね、こう切り替わるタイミングで、この辺りに何店舗ぐらいあったんでしょうか。私が知ってる限りでは、こちらの店舗、海南大通りには4店舗。はい、店舗ごとに扱うものが違っていたんですか。お店によって商品とかはそんなに様変わりすることないんですけども、やっぱ客層が変わります。例えば本店のおばあちゃんがいた、私がいた時おばあちゃんが本店にいたので、その時やっぱり年配の方、特にこういった、歌関係、お祈り関係する方々がよく本店の方にいらっしゃってました。で、支店の方、対面にあった支店の方はですね、新しく神仏関係をお仏壇とかお位牌を求める方、そういった方々が支店の方に入っていかれてました。やっぱそういった客層が違ってましたね。そういった4店舗があった中で、今こちらですね、とてもこう目立つ建物ですけれども、新たに建物がこう切り替わった時はどういった経緯だったんでしょうか。海南大通り拡張ということで、いずれ私たちも4店舗あったんですけども、それ全部1回潰さないといけないということで、もうこの店舗、新しい新館って呼んでるんですけど、そのビルを建てた方がいいということで新たに建てました。これ統合ですね、全ての店舗統合した形になってます。すごくこうモダンな建物なんですけれども、はい、この建物それぞれこう何階に何があるというところも教えてもらえますか。1階の方がお位牌等々名ですね、と仏具関係を1階に置いてます。で、2階の方が唐木仏壇、これは本土で使われるお仏壇なんですけども、唐木仏壇とモダン仏壇、これはフローリングとか、ちょっとマンションアパートにも合うようなお仏壇を2階の方に展示してます。で、3階の方は沖縄仏壇、皆さんがよく見られている、ご自宅にあるようなお仏壇を3階の方に展示してます。それぞれのニーズに合わせてお仏壇も本当に幅広く揃えているんですね。そうですね、やっぱりニーズ変わってきてますので、どうしても住宅事情も変わってきてますし、家族環境も変わってきてますので、それぞれに合ったお仏壇をやっぱり見てもらうことが大事かなと思ってます。特に最近求められているのはどういったタイプのお仏壇だと感じていますか。そうですね、従来の沖縄お仏壇もやはり強いんですよ。で、強い中でもやはりモダン仏壇っていうのが出てきてますので、やっぱ今那覇の方々、特にマンションアパート、そういうところに住まいの方が多いので、やっぱ沖縄仏壇ですとちょっと大きめなので、モダン仏壇ちょっと小さめですけども、おしゃれな感じのものを選ばれる方もだんだん出て増えてきてます。モダン仏壇はよりコンパクトで、この観音開き、そういったところもまた変化があるんですか。そうですね、モダン仏壇に言えばですね、観音開きっていうのももちろんそうなんですけども、仏具の方も少し、おしゃれって言いますか、モダン的になってくるんですよ。そういったところもお客様に好まれるところで、従来のお仏具ではなくて自分が気に入った
ここ手を合わせやすい、祈りやすい、なのでモダン仏壇を気に入って購入される方も多いです。やはりあの仏壇というと亡くなった方と心を通わせる場でもあると思いますので、はい、手を合わせることがあの毎日のようにできるという、そういったところで選ばれる方多いんでしょうか。そうですね、私たちからしたら、うん、もう毎日手を合わせてほしいんですね。その手を合わせてやすいものをやっぱ選んでほしい、心から手を合わせて祈り言ってほしいということは、形形状少し違っていてもその本人がちゃんと個人に対して心から動くような気持ち、敬意を持って持ってもらえるようなお仏壇であれば一番いいなと思ってます。やはりこう動くようなお気持ちを皆さんに持っていただきたいという思いでお仕事をされてるんですね。そうですね、私たち自身がこういった動くようなお気持ちを持って、で私たちもお客様自身に敬意を持って接していければ、お客様もご先祖様に敬意を持っていただけるだろうと、そういった精神もございます。今週のおはようインタビューパート2は、祈りの百貨店、照屋漆器店7代目、照屋慎さんにお話を伺っていきます。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2。今週は那覇市日川にある祈りの百貨店、照屋漆器店7代目、照屋慎さんにお話を伺っています。照屋漆器店では沖縄の祈りの行事にまつわる言葉についてホームページのコラムで発信しています。今日はそうしたコラムでも紹介されている先祖供養に関する沖縄の風習について伺っています。本社のホームページ拝見したんですが、ご供養に関するコラムも掲載されていますよね。はい、あれはですね、やっぱり今の方々特に、まあ、20、30代、40代でもいいんですけども、やっぱりこういった伝統的な風習、そういったことをだんだんと薄れてきてるかなというところでですね、そういったコラムとか書いていってスタンダードのものを知っていただきたい。で皆さんどこに聞けばいいかって多分分からないと思うんですよ。で実際こっちに来られるお客様たちも60代70代の人たちでも、どうしたらいいの、どのようにしたら国用に持っていけるのとか、ご先祖様にどのようにしたらいいのって聞かれた時に、やっぱ私たちもこの年代の方々が分からなかったら、次に来る方々、例えば我々40代とか、まあ、青年世代ですね、そういった方々もより困ってるだろうということで、やっぱ見やすい、それでホームページとかでしたら、まあ、すぐアクセスできるので、やっぱそういった環境が必要だなということで、ああいったコラムとかも書かせていただいています。そうですか。私は今年齢が41歳40代なんですけれども、ひぬかんそろそろ持った方がいいかなとか考える年代ではあるんですね。はい、そういったこうひぬかんに関するあの、まあ、仏具というかものも揃えているんでしょうか。はい、ひぬかんの方も揃えてますね。ひぬかんに関しては、まあ、やり方作法、そういったものが皆さんやっぱり分からないの で、ね、購入していただくと同時に私たちのスタッフにお尋ね聞きしてもらえれば、はい、そういったものを教えていきますので、ぜひとも聞いていただきたいなと思っています。あとユンジチについても、言葉は聞いているけど中身がまだしっかり分からないという方も多いと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、ユンジチっていうのは11日1年間なら11日少ないんです。旧暦上11日少ない中で、それを穴埋めしないといけない年が出てくるんですね。なのでそこをユンジチと当ててます。でこのユンジチっていうのは、この見えない時に、まあ、天空の人たちから見えない、仏壇仏具とか書いてもいいよと、見えないから、じゃあいい意味で見えないと思ってください。いい意味で見えないので、こういった時に書いておいた方があちらの人たちにも怒られないよとか、そういった意味がございます。本当はあのやってほしいという気持ちがあちらの人たちもあるので、あやっと書いたかと多分思ってるんじゃないですかね、見えなくても、まあ、そういった意味でユンジチっていうのが 3,4 年大体回ってきますので、でこういった年だからこそ、こういった死とか極陽、まあ、ご先祖様、そういったことに対しての思いを深めてほしいなと思ってます。人間生きてて死っていうのはあんまり感じないんでね、誰かが亡くなった時とかそういった時じゃないですか。ただこういったユンジチっていうのは毎年、まあ、3年ぐらい回ってきたら、あやっぱこういった時、自分も自分たちが来た時には、まあ、お子さんがいたらこの子たちはどう思って成長してほしいとか、そういった気持ちはより強くなっていくと思うんですよ。確かに。
でやっぱ親族関係のつながりっていうのも大事だと思ってますので、うん、そういったことを考えていければユンジチっていうのでまた親族間の深まりもできるのかなと思ってます。そのユンジチという観点で見ると今はどのタイミングなんでしょうか。今もユンジチということなんでしょうか。そうですね、旧暦上今年の2月9日までがユンジチなのでまだユンジチ中ですね。ということは今お仏壇新しくしようかなって考えてらっしゃる方ですとか、はい、足を運ばれてもいいかもしれないですね。そうですね、そういった機会でございますので、うん、ぜひそういったお仏壇お祝い、まあ、文字の書き換えだけでもいいと思います。そういったご相談があれば全然引き受けますので、新しくきれいにした方が仏様喜びますので、そういったことがあればぜひご相談いただけたらなと思います、うん、文字の書き換えといったところもオーダーを受けているんですね。そうですね、文字の書き換えに関して言えばですね、はい、実は日はあんまり関係ないんですよ。できればお盆前がいいとか言うんですけども、もしちょっと見えにくくなったなと思ったら持ってきて構いませんので、そのままにしておく方がご先祖様に対して失礼になって当たりますから、ぜひ見えやすいようにしてあげてください。その他お仏壇やお仏具で気にかけた方がいい点があれば教えてください。そうですね、お仏具で言えば特に欠けてるとか花瓶とかお茶碗、そういったものが欠けてるっていうのがあれば、旧暦の1日15日には書いていいので、ぜひそういったものがあるんでしたら欠けてるものをお供えするよりかは綺麗なものをお供えしてあげてください。ただあと一つ注意点としてあるならば、香炉、ウコール、線香立てるウコール、あれはですね旧暦の七夕、その年に1回しかできないので、そこだけ守っていただきたいなと思います。あれには皆さんの念が入ってますので、ですから簡単には買えないようにしてくださいね。こうしたですね、お仏壇に関する知識なんですけれども、テリアさんはお父様やお母様から受け継いでこられたんですか。そうです、やっぱ父母で本当にわからない難しいのはおばあちゃんに聞いてます。やっぱおばあちゃんとやっぱそういった話できるので、わからない、本当にわからないことはもう彼女に聞きに行ってます、はい、もう本当に一つ一つしきたりを丁寧に大切に受け継いでらっしゃるんですね。そうですね、丁寧と言いますか、もう本当に外れないように、私たちが言ってることが間違っていたりとかしたものを教えたくないので、道理に合ったもの、きれいに伝わっている行きやすいものを、ちゃんとこちらの中で消化してお客様に伝えています。テルヤさんにお話を伺って、先祖供養に関する沖縄の風習についてしっかり受け継いでいきたいと感じました。おはようインタビューパート2、今週はテルヤ漆器店7代目テルヤ新さんにお話を伺っています。おはようございます、金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は那覇市日川にある祈りの百貨店テルヤ漆器店7代目テルヤ新さんにお話を伺っています。今日はテルヤさんが来店するお客様と接していて感じることや、ニーズに合わせてバリエーションが豊富になっているおりんやお線香の種類などについて伺っています。お客様と接する中で最近感じることなどがあれば教えてください。特に沖縄の方々、本土の方々も沖縄に移住してきて、たくさんの方々が今那覇市、近郊にはたくさんいらっしゃるんですけども、基本的な心の気持ちの持ち方っていうのは昔とそれほど変わってないかなと思ってます。で、若い方に関して言えばやっぱり作法の仕方っていうのがわからないだけであって、心の中の気持ちは多分昔とあまり変わってなくて、ご先祖様思う気持ちとかそういったものを大切にしてるなというのは感じています。大切にしていて、ただその思いをどう行動に移していいかが戸惑っていらっしゃる方もいるなということでしょうか。そうですね、その行動の出し方がまだ分かってないので出しやすいと言いますか、自分たちが行動したいことを具現化させてあげたい、させていただくのは我々の仕事かもしれません。今日放送を聞きの方でこれから何をしていいか分からないという方にですね、お仏壇に関して何かアドバイスがありましたら教えてください。私たちが言うことをですね、心から手を合わせてもらっているのであれば本当に問題はないかなと思ってます。ただその中にもちゃんとしたきちんとした流れがありますので、その流れについてわからない、本当に自分たちはこれで当たっているのかちょっとした疑問があるんでしたら我々に聞いていただきたいなと思ってますし、
まあ、お仏壇お仏、まあ、ちょっとしたルールみたいルールというのは作法がありますので、そういったものはぜひとも聞いてもらえれば我々はきちんと教えるできますので、お気軽に聞いていただきたいなと思っています。少しお話脱線しますが、先ほどこうお線香だったりお位牌をですね入れる器などを見たんですけれども、はい、最近いろんなタイプが出ているなというふうに感じたんですが、いかがでしょうか。そうですね、最近で言えば壺焼きの仏具、お仏具とかでモダン仏具とかガラス製のものも出てきたりしてます。やっぱこういったさまざまなお仏具を揃えていくこともやっぱ時代にあって変化していかないといけないところかなと感じています。野球がお好きだった方用なのかなと思ったんですけれども、はい、ボールの形をしたお位牌を入れるようなこう球体もあったんですが、あちらはあれはですね、はい、おりんです。おりんって何でしょうか。おりんっていうのはですね、手を合わす、まあ、線香を立てる前に本当のはもう普通だと思うんですけど、チーンって鳴らすものがあるんですね。 あれがおりん、あれをすることによって邪気と精神統一、邪気を払うという意味と精神統一を図る、清らかな空間を作るということで手を合わすという意味がございます。なのでおりんはぜひとも今後沖縄の方々も使っていただきたいなと思っています。本当にそのおりんもバリエーションが豊富ですよね。そうですね、今おりんの方は、まあ、先ほど野球の球体とか、今ワンちゃんの形をしたおりんとか、猫の形をしたとかいろいろあるんですよ、まあ、そういったのを見ていただくと、お子さん、私たちは子どもたちにも手を合わせてほしいと思ってるんですね。で子どもたちが喜んでお仏壇の前で手を合わすのがなんか心が和む感じが私はするんです。だからそういったことを皆さんもやっていただきたいなと思っています。そしてお線香もいろんなこう香りのタイプ出てきているようですね。そうですね、線香では当店では50以上はありますので、そこちらの方はいろいろ、まあ、ラベンダー、カモミール、まあ、そういったものから多種多様とした線香ございますので、ぜひお試しになっていただきたいなと思っています。アイスクリームのこう小豆の香りがするタイプですとか、はい、個人がこう好きだったものとこう照らし合わせながら選べるようにもなっているのかなと思いました。そうですね、小豆バーって結構年配の方好きじゃないですか。そうですね、それを実際小豆バーおじいちゃんにあげたいなと思ってあげれないじゃないですか。そこは線香香りがついた小豆バーの香りをしたものをあげると喜んでもらえるだろうなとか、やっぱそういったなんかちょっとした何ですかね、面白み、こういったのをやっぱり手を合わすためには必要なのかなとか、やっぱ線香はですね結構種類あるんですけど、やっぱさっきも話したお子さんですね、子どもたちのためでもあります。でそういったものを使いながら、情操教育ではないんですけども、お子さんたちにも心の豊かさとか供養の仕方っていうものを学んでいってほしいなと思ってます。そこをきっかけにしてみんなでこう手を合わせて感謝するというその気持ちを育んでいきたいということなんですね。そうですね、であと我々線香をこうやって多種多様に揃えているのはですね、実は一つ、まあ、お客様に対してにですけども、やっぱ消耗品ではあるじゃないですか。実際線香っていうのは大切なものではあるんですけども、やっぱこうやって来られる少しお仏壇とかお位牌っていうのは多分生きてて1回しか買わないものじゃないですか。でやっぱそこでつながりを切れたくないんですね。やっぱ消耗品を扱うことでまた来てもらって、でその時の会話一つ一つに、お坊さんどうなってますかとか、お父さん元気とか、そういったたわいもないですけどもつながっていける、そういった空間がやっぱお線香、ろうそく、そういった消耗品の役割と持ってますので、ですのでそういったものも私たちは貴重なアイテムといいますか商品として扱っていきたいと思っています。そしてお客様の人生に寄り添っていきたいということなんですね。そうですね、売って終わりではないですね、売ってからが始まりっていう考えもありますので、まあ、アフターフォローも大事だと思ってますので、ぜひともそういったお仏壇買った、お位牌買った後、その後もここがちょっとっていう、なんかちょっとお仏壇の調子が良くないなとかあったら、そういう時はお気軽にまた声かけていただくと本当に嬉しいです。おはようインタビューパート2、今週は照屋漆器店7代目照屋慎さんにお話を伺っています。おはようございます、金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は那覇市日川にある祈りの百貨店照屋漆器店7代目照屋慎さんにお話を伺っています。今日は照屋さんの幼い頃の様子など生い立ちについて教えていただきました。
幼い頃はですね、私はサッカーばっかりやってたので、小中の先生、特に中学の先生からあんまりいいこと思われてないかもしれないですね。あんまり言いたくないですけど。サッカーが好きで、アクティブな感じだったんですね。そうですね。家にいるよりか出てる方が好きなタイプかもしれません。はい、そうですか。今のお仕事にこう携わることになったのはやはりお父様からのアドバイスだったんでしょうか。もちろんそうです。あとおじいちゃん、おばあちゃん、そういった方々の働いている環境を見ているとやっぱりいずれ私がやらないといけないのかなというのはもう物心ついてからだんだんと感じてました。小さい頃からお手伝いをしたりとかだったんでしょうか。もうそれはよくやってましたね。お盆になってくると当時は蔵もあまりままならないじゃないですか。私たち小さい頃、つけてはいったと思うんですけど、そういったお茶の蔵ボックスって言いますか、そういったのを作ったりとか、お茶を作ってでお客様にあげたりとか、そういったのをやりながら少しでも協力できたらなっていうのがありました。だから氷を買いに行くのは私と弟いるんですけども、役目でしたね。もう本当に幼い頃からしっかりお手伝いでみんなを支えてたんですね。そういう意識はないんですけどね。意識はなくて、ただ何かできることあるかなぐらいの感覚だったので、それが今につながっているのかなと思っています。なるほど。7代目としてこう仕事をするようになるのはいつ頃、何歳ぐらいの頃だったんでしょうか。当時私駒沢大学出てるんですけども、駒沢大学っていうところは仏教系の大学でして、お坊さんが多いんですね。でお坊さんが多い中でやっぱりこうやって接していくと仏教の奥の深さを知っていくんです。で信じているものもまた奥の深さを知ってきますし、やっぱそうなってくると、で、正直言いますとこのお仏壇っていうのなりわい、お祝いっていうなりわいをやっているっていうのは正直子供の頃あんまりかっこよくないなと思ってました。なんでこんなことを、人が死が死んだものを取り扱っている商品を私たちはこれでご飯食ってるんだろうって、ちょっと負の気持ちを持ちながらもやってたので、ただやっぱそうやって環境が変わっていくとやっぱ大事なものだなと、やっぱこれ死っていうものを扱うっていうのは なかなか人ができるものではない。で生っていうものをまた反対にあることだし、死に対する喜びっていうのはすごく感じられる商売だなと思ってます。やっててやっぱり今もですけどもやる意味があるなと思ってます。お仕事をしていてやりがいを感じるのはどんな時でしょうか。お客様と接していく中でお客様が心かご供養ができる、そういった環境づくりができていることだなという時に、やりがいを感じています。一方でこれまでのお仕事を振り返ってこの時はピンチだったなとか、それを乗り越えて得られた教訓があれば教えてください。そうですね、お仏さんお仏具とかは高額ではない、あるじゃないですか。ですけども一番我々が最新注意を払っているのはお位牌の文字なんですね。書かれている文字について最新注意を払わないといけないというのを考えています。あれは一字一句間違えてお客様にとっては、我々にとっては何枚もある一つかもしれませんけども、お客さんにとっては大切な一枚で、大切な人が入っている一枚でありますから、これを間違えるのが一番怖いです。だからこれは最低限絶対間違えないっていうのを考えています。そういった中で本当にこう一つ一つ丁寧に書いてらっしゃるんですね。そうですね、文字っていうのは書いていてやっぱり我々人間が書いてるものですから、やっぱ間違いは絶対出てくるんですね。その間違いをどういった思いで書いてるのかとか、ただ書いたりとかしてたらお客様に分かると思うんですよ。ああ適当だなとか、そうでなくて思いがあって書いてて、そこで間違いがあったとしたらまだ許されるかなと。ただその許されるっていう中で甘いはない方がいいと思ってるので、ただしっかりと気持ちを込めながらお客様に手を渡して、でやっぱこの一枚一枚っていうのが魂入っていくので、それを思い浮かべながら気持ちを持って誠意を持ってお客様と接していくことが大事かなと思っています。今日はですね、配達のお仕事もある中でお話を聞かせてくださってありがとうございます。やはり配達をしながら皆さんのこうお仏壇の様子なども確認されてるんでしょうか。そうですね、お客様のその後ですね、実は今日その前に行ってきたのはお客様のお仏壇についての、アフターフローの一つなんですよ。それをちょっと行ってきて今インタビュー受けているものですから、やっぱそういったのも大事かなと。また顔を合わすのも嬉しいんですね。何々さんまたどうですかとか、そういった一つ一つの関係性、
それが大事かなと思ってます。で、前から約束してたものをやっと実現できたものですから、お願いがあったんですね、こう言ってほしいっていうのは、ちょっと時間かかります、ちょっとお待ちくださいということで、あ、やっと来てくれたんだっていうのがまた嬉しいですし、あ、できるんだね、やっぱりこれできてよかったって言ってくれると、やっぱ本当に嬉しいって言いますか、やりがいが出てきますね、そこ。そういう意味では照屋敷店さんに訪ねていらっしゃる方はもちろん、ご自宅に伺ってアフターフォローっていうところもしっかりされてるんですね。うん、そこは大事かなと思ってます。どうしてもお仏壇っていうのはその人にとっては一家のお一つ、まあ、一気って言ったりもしますけどっていうものですから、やっぱそれなりに心を通じているものですから、何かあった時には我々は駆けつけないといけないかなと思ってます。照屋さんのお話から真心を込めてお客様に向き合いたいという熱い思いを感じました。おはようインタビューパート2、今週は祈りの百貨店照屋敷店7代目照屋慎さんにお話を伺っています。おはようございます、金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は照屋敷店7代目照屋慎さんにお話を伺っています。照屋敷店では先祖供養に関する沖縄の風習を次世代に継承していきたいという思いから、 SDGs の視点も取り入れたポスターを店内に掲示しています。今日はこのポスターについて詳しいお話を伺っています。こちら照屋敷店さんに欠かせゆりさんのポスター貼ってありまして、はい、男性も積極的に仏壇行事に参加しましょうということなんですけれども、はい、これはどういったいきさつで生まれたんでしょうか。そうですね、 SDGs のターゲット5ですね、ジェンダーレスについてなっているんですけども、僕の中で、実際にアンケート調査、県民意識調査を4年前ですかね、3年前ぐらいに行ったんですね。各年代ごと男女問わず行っていまして、その中でやはりちょっとマイナスな意見っていうのは、やっぱり40代50代とかそういったお仏壇関係とか風習をなさっている方々から出てきました。っていうのはやっぱりお盆とかお正月とか準備するの大変だよとかで、自分の時間作れないよとか、やっぱそういった意見が出てきてですね、これはちょっとあまり良くないなと、今後もこういったものを残していくためには何が必要なんだろうと思っていくと、やっぱ男性の後押しフォローが大事かなと思いまして、それで今私たちの店頭にはポスターを掲げています。ジェンダーレス SDGs もあるので、我々女性に対してもっと、まあ、優しくって言いますか、これは女性だけやるものじゃなくて男性の方も積極的に変わってほしいということで、まあ、このターゲットを掲げております。確かに旧盆行事などの際は女性がリードする形でお食事を提供したりだとかっていう部分がありますけれども、ぜひ男性にも積極的に関わってほしいということなんですね。そうですね、まあ、どこの間にドーンとするんじゃなくてたまには取りに配膳だけでもいいですよ、お酒取りにだけでもいいですよ、そういったことを前も自分から進んでいく、言われてやるんじゃなくて、手伝ってあげるよとか、お買い物行こう一緒にとか言ってくれるだけでもすごい女性の方々喜ぶと思うんですね。ぜひ男性の方が積極的に動いてほしいなと思ってます。いや、それにしてもこの意識調査まで実施されたっていうのがすごいなと思ったんですけれども、以前からやってみたいという思いがあったんですか。そうですね、よく言われるのは若い人たちってあんまり意識ないんじゃないかとか、こういった伝統風習っていうについて、まあ、進化していくものですから、時代というものは、まあ、IT が流行っていくとこういう精神的文化っていうのは薄れていくっていうのがあるんですけども、それをちょっと疑問に持ってたんですね。実際そうなのかなと、で我々としてもこれを知っておかないと成り立たないなと思った中で、実際やってみると若い子はそうでもなかったと、ただ分からないのは分からないけど、これは大事だと思ってますよという意見が多かったんですね。あ、だったらやっぱそこは教えてあげるべき、誰かがやらないとこの子たちは分からないままいくとただ廃れてしまうなと思った中で、これを県民意識調査を行ってみました。そしてポスターにもなっていて、欠かせゆりさんを起用されたのもまた理由があるんでしょうか。そうですね、欠かせゆりさんを起用した理由というものは、やっぱ若い女性の方々、そういった方々も積極的にこういった風習、まあ、ひぬかもありますし、そういったことをやっていくことが大事かなと思っています。
そして男性側にももっと意識してほしいということですよね。そうですね、やっぱ男性の方々がこういったものをやっていただけると、うん、沖縄の風習とかも、まあ、昔は、ね、台所に立ったらダメだよって言ったんですけども、今はそうなくなってきているので、男性の方々が積極的にこういったものに関わっていってほしいなと思っています。そして継承していかれるといいですよね。そうですね、次の時代にもつなげていかないといけないですね。やっぱ沖縄の美しい心っていうのはこういった風習の中から生まれているものだと思ってますので、やっぱこれを継承していくのが我々の役目だかなと思ってます。では照屋さんの今後の展望といいますか、今後のお仕事と の関わり方について教えてください。まあ、生と死を向き合いながら商売してますので、今後もこのことについて、まあ、沖縄のお仏壇、お仏、もちろん伝統工芸、作法、風習、そういったものを教えていきたいなと思ってます。で、私の中で沖縄っていうのはすごいいいところ、まあ、皆さん沖縄の人たちちむぐくるってあるじゃないですか、美しい心、それはどこから生まれてくるのかなと思ったら、僕はこの風習だと思ってるんですね。実はこの風習というのを根絶やしにさせたら、この横のつながりとか縦のつながりもちろんですけども、そういったなくなっていくんじゃないかなと思ってます。やっぱ根本にあるのはこの伝統にある風習、これを絶対に隠さないようにしたいなと思います。これひいては海外にインバウンドの方々にもそこを分かっていくと思いますね。沖縄の一番の武器が美しい心だと思ってますので、そこはやっぱり大事にしていきたいなと思ってます。おはようインタビューパート2、今週は祈りの百貨店照屋漆器店7代目照屋慎さんにお話を伺いました。